そしてですね、今日のちょっとお知らせはですね、まあ私のこれ独断と偏見なんですけど、まあそろそろ、まあ古い系、新しい系、もろもろ、イベントがいよいよ、まあスタそうですートね。してきますね。まあ、1月の、まあ、イベントといえばオートサロンがあったわけですけど、まあ、これから2月、3月と、まあ、春めいてくると、だんだん古い系のイベントも増えてくると。そしてまあ、5月には私ども長野の、まあ、ノスタルジックそうでカフェすスティね。バルと、じゃあクラシックモトフェスタあるわけですが、私実はこの業界で33年間、まあ、この古い車やバイクのイベントをやってまいりまして、まあ、もう今年74歳です。いつまでやれるかわからないですが、まあ言いたいことは言うという、まあ私の主義主張なので、まあ、他の人のことを、まあ言うことはいいのことなのか悪いことなのかわかりませんけど、まあ業界全体のプラスになることならいいんじゃないのかなと思ってます。そういう中ではですね、これから、まあ今月、ノスタルジックトゥデイズがあったり、4月には、オートカウンセルという、これみんなまあ、車関係の雑誌社がやってるイベントですね。まあ、雑誌社さんがやるイベントなんで、私がやるイベントとはまたちょっと一味違うんですが、基本は業者さんが出て、まあ、値段がついてるという、まあ、そういうイベントだと思います。そのイベントの中でですね、ちょっと非常に気になることがありましたんで、ちょっとまた、どうぞ。これがまあ、ノスタルジックトゥーデイさんの、まあ、こんなイベントだよということなんですが、何が気になるかって言いますと、入場料ですね。ここは2800円です。まあ、ちょっといい値段だなっていう。一般の方の入場料はってことですよね。で、まあ、500円商品券として中で使えますよというやり方をされてるわけですが、まあ、いろんな方に聞いてみると、だったら500円値引きしてくれということになるわけですね。まあ、私も東京で30回、まあ、こういう古い系のイベントをビッグサイトでやってまいりまして、非常にそのコストがかかることもよくわかりますし、まあ、大変なこともよくわかるんですが、非常にこのイベントも参加料が、出店料が高い、とても高い、皆さんおっしゃってる、高い高い、でも高い高いと言っても出られてるということは何かいいことがあるのかなと思そううんですですね。ね。そしてもう一つ、実はオートモビルカウンセルって、これは、カーブラフィックさんがやってらっしゃるイベントなんです。これはさらに高いなるほど。特別スペシャルデーという日にはですね、なんと富さん1日7000円。まあそれが取れるって人が来ればそれはいいことなんでしょうけど、まあこちらはこういうスーパーカー系とかですね、ヴィンテージ系の、まあ、すごい車がいっぱい並んでるので、まあそれに価値があるという方は、まあ、いらっしゃればいいわけで、価値がないという方は行かなければいいんですけど、私が心配しますので、こんな状態ですね。非常にお客さんが少ない、まあ、少ないお客さんの中で、まあ、買ってもらう人がいればいいわけなんですまあけそうですど、ね。ただですね、最近の、このいわゆるその古い車や古いバイクの値段の高騰、要するにこれ業者さんが出てますから、ここでもコストがかかるわけなんで、そうすると当然そのコストは上に乗っかるだろうと。そうすると出店料プラス、まあ、もろもろのコストっていうことになりますと、さらにまた車両価格が上がってしまうと。いうことを非常に心配します。そして、まあ雑誌社さんはですね、こんな言い方悪いんですが、私なんかはもうイベント専門ですんで、イベントで、まあ収支を合わせていかなきゃいけないんですが、雑誌社さんはですね、雑誌を出すという、まあ事業行為をされてるそうわけですね。で、そうしますと、まあ昨今のこのいわゆる紙媒体からの離れ方、まあを見ますと、まあ反対にうがった見方をすれば、紙媒体が大変だからイベント、そういうこともまあ考えられるんでしょうけど、それではね、ちょっと違うんじゃないのかなと。富さん、どう思います？ そうですね。まあイベント自体のね、こう目的が違うというところからすると、やっぱりそれに合わせたそのターゲット層がちゃんと来場してもらえるその案内であったり、
金額であったりすればいいのかなとは思いますけれど、確かにそのちょっと気軽に行ってみたいという価格ではないかもしれないですね。そうですね、はい、それで例えばまあ出店料がまあね、もっとずっと安くて気軽に出店できるような金額ならいいんですけど、うん、とてもとてもとても私どもイベントの3倍、はい、カウンセルさんは下手したら5倍。なるほど。やっぱり会場自体のその金額も、ね、もちろんもちろん違います。私も東京でやってきましたので、はい、ビッグサイトで1日いくらかよく分かっておりますけど、はいはい、まあ反対に言うと私はですね、なんで東京をもう諦めてやまなくなったかというと、やっぱりコストに見合わないからです。で、実は東京だからといって人が来るわけじゃないんですね。今だったらもう長野の方が確実に人が集まるという。まあイベント会場としても長野のイベント MF 素晴らしいです。だからまあ古い車をね、もっと元気にしたり、いろんなことを、まあ、主張する場であったり、商売の場であったり、いろんな場があることは、たくさんあることは、大変結構なことなんですけど、やっぱりその1日7000円とか言われるとですね、ってちょっと首をかしげますね。東京ディズニーランドで、ね、ああ一緒同じぐらいだユニバーサルスタジオですね、はい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 、大手、ね、アミューズメントパークの価格もだんだん上がってきて今ねそれぐらいの価格になっていますので、そのやっぱり本当に欲しい人、本当に見たい人だけ呼んでるっていうことなのかもしれないです。まあ会場の中の車が買えるというのが一つの魅力なんですけど、ね、反対に言うと商品車を売ってるところに会場費出店料入場料を払って、うん見に行くっていうのもね抵抗あるっていう方も結構いるんですね。そうですよね、うん、やっぱり参加される企業がもっと増えれば当然出店料も安くなるだろうし、増えればそのお客さんの数もやっぱり増えていくんじゃないかなと思いますけど、なかなか難しいですね。難しいですね。はい、という私の独断と偏見でございますんでいろいろなんかご意見ありましたらどうぞ私のフェイスブックにお願いしたいと思います。というお知らせでした、はい